原種明邸で行われた、親睦会の参加者の記念撮影第1回、キリスト教神と大親睦会は、1878年7月15日から3日間、東京築地の東京公会を会場に行われた、日本プロテスタントの信者の最初の親睦会である。キリスト教神と大親睦会とも言う。1872年に、横浜で、日本最初のプロテスタント教会の、 横浜キリスト公会ができてからわずか6年で日本のプロテスタント教会の数は44になり、信徒は1600名余りにまで成長した。その中でプロテスタントキリスト者同士が日本伝道の方策を論じ合い、交流を図るために開催された。全国のプロテスタント信者の牧師、長老、信徒代表らが毎日500から600人出席して、 日本東京キリスト公会に集結し、各地の教会の実情説明や演説会などが行われた。3日間で延べ1500人が出席して、当時の71雑報、国雑誌などに報道された。一説には当時約5000人とも言われる。中村 P165 守る部。 p 5 6 p 5 7 h ッ t h t t p slash, slash, j i h o u t o h o、ok、k u g a k u i n j p a r c h i v e 8 4 j i h o u 0 8 4 0 2 p d f ありがとうございます。